はい、どうも、ネイティブフォレスト、小太郎です。今回はですね、無償にアグラオネマの増殖、鳥木の、まあ、カットというか、それをですね、したくなったので、ファームから、お伝えしております。この株をですね、カットしていくんですけども、これはですね、アグラオネマピクタム DB1311 フロスティスマトラバラと、TB 瓶のアグラオネマになります。これは去年のですね、触るんで購入した植物になります。フロスティって成長速度すごく遅いって言われるんですけども、確かにね、他のアグラオネマに比べたら遅めかなと思います。で、でもですね、この、大きめの鉢ですね、これ何号だったっけな、結構長いロングタイプ深鉢なんですけども、さらに上、この分取り木できるくらいには伸びてくれました。もっとね、ちっちゃかったです。そして、取り木をですね、行ったのが6月の23日で、1ヶ月少し経過しております。この透明のですね、カップ、横から見ていただけると、わかりにくいんですけども、まあ、そこそこ根が見えてきてはいるかなっていう感じなんです。本当であれば、もう少し置いてもいいと思うんですけども、今8月入りまして、今できればやっちゃって、で、ブーストをかけていきたいなと思ったりもしています。冬前にやっちゃうとね、ちょっと気温下がってくるので、今やっちゃおうかなと思います。まあこれね、蓋を開けてみないと根っこがどういう状態なのかわからないので、バラしていってやろうかなと、考えておりますので、それでは、やっていきますと。取り木のですね、カットして増殖っていうのは過去にもやったことあるんですけども、だいぶその動画から日にちが経っているので、まあ、そろそろまたちょっとおさらいしていきます。そしたらこれをですね、まず取って、まあ、根っこがどんな状態か見ていきます。まあまあですね。まあ悪くはないとか、まあ、1ヶ月少しの取り木にしては、悪くはないと思いますが、まあ許容範囲かなっていう感じですね。はい、こんな感じです。まあ分けて増殖できなくはない、根の感じだと思いますので、これで、カットしていきます。さあ、どこからカットしていくかっていうと、まあ当たり前に、まあ、根元の方からまずカットしていきますね。はい。カッターちゃんを使います。ちょっとね、刃がね、ピントが合わないですね。刃が古いので、先1個2個くらい折ります。刃が新しくなったんですけども、一応ですね、ライターで滅菌消毒しておきます。これね、こういうライターだと結構すすになっちゃうので、できればターボライターの方がすすがつかずにいいですね。はい。まあ、こんな感じで。本当に殺菌できてるのかわかんないですけど。これライターね、炙った後、刃がめちゃくちゃ熱くなってるんですけども、これを冷ましてから切るのか、冷まさず切るのか、まあ、どっちでもいいとは思うんですけども、気分でやっています。今は大体、話してる間に冷めたんで、まあ、本当はここ触んない方がいいと思うんですけど。はい。では、根元からざっくりと切っていきます。はい。もう一思いに切りました。こんな感じで、ザクッと切ったらすぐにですね、瞬間接着剤で傷口をですね、塞いでいきます。ここ。ここら辺ね。これね、早くやんないと、梅雨がね、出ちゃうんですよ。アグラオネマの茎から。もうあらかじめ用意しとけって感じなんですけども。まず、止めます。止めちゃいます、ここの部分。あんまりね、がっつり塗りすぎると、乾かないんですよね。なんで全体に広げるように、かつ、傷口が、まあ、しっかりと、保護されるように塗っていきます。はい。さっきの切ったところも。これね、汁が出てきちゃうとね、乾きにくくなっちゃうんで、なるべくスピーディーにやります。
はい、OK。で、これ、まあ、使い切りタイプなんですけども、もったいないんで、もう一カットくらいしちゃおうかな。あと、根っこがこんくらい残っているんですけども、葉っぱの枚数的に、そんな枚数ないので、根っこはね、そんなたくさん残さなくていいと思うので、まあ、あと、1個2個くらいいけるかな。切ってみようかなと思います。うん、2個。まあ、本当はね、安全策で1個の方がいいかもしれないですけど、多分いけちゃいそうなんで、切ります。これ何個も何個もね、ザクザクザクっと切ると、あんまりね、予後が良くないと。この芋の部分を埋めても、葉っぱの出が悪い、ドリルの出が悪いとかそういう感じになっちゃうので、まあ、茎はちょっと長めに残しとこうかなと思います。根っこ自体が1、2、3、4、5、6、6、5くらいか。5くらいのところで切ります。一思いにいかないと、これダメなんでね。はい。切って、止めての繰り返し。はい。反対側に忘れやすいんで。あ、やべ、ちょっと塗りすぎた。もう一個行こう。もう一個行きます。もう一個行きますよ。ここね、難しいんですよね。切り際っていうのが。よし。で、一回もう、歯入れちゃったら、変えないで行きましょう。変に傷つけて、そこからね、溶ける場合が、結構高確率で溶けちゃうと思いますので、こんな感じで。とりあえず、OK ですと。あとは、乾くのをとりあえず待ちます。今回は、まず、大元の部分ですね。これ、地下の方ですごく、茎長かったり、根っこ張ってるので、すぐね、タケノコっていう風に、言われるんですけども、ぐいぐいと伸びて、まあ、葉っぱが出てきます。まあ、ドリルっていうのかな。これがまず一つ。そして、上の方ですね。葉っぱついてる方ですね。これが二つ目。こんだけ根っこ残ってたら全く問題ないと思います。ちょっとね、下の葉っぱがね、少し黄変してるので、ここ取っちゃいます。あんまり余計な葉に体力を使わせたくないので取っちゃって、はい。これで二つ目。で、あとは芋ですね。芋。はい。芋が2つ取れたので、全部で4つに分けることができました。それじゃあ、まずは、これはこのまま放置です。まあ、親株として、これは管理していきます。そして次は、この葉っぱについてる上の部分を、植え込んでいくんですけども、ちゃんとね、接着剤さっきつけましたよね。これがね、乾いてるかどうかを、確認して完全に乾いてから、植え込んだ方がいいですね。さっきも言った通り、あんまりね、しつこく塗りすぎてしまったら乾かないでね、いつまで経っても植え込めないっていう状況になるんで、そこはね、かなり注意が必要ですね。だけど薄すぎてもね、やっぱり良くないと思うんですよね。大丈夫か、まあライトとかでちょっと見えないんでね、夜だと照らしながら、まあ埋まってますね。はい。これ植え込みですね、普通に。はい、こちら、これはですね、いつもアグラオネマで使っている、プレステラの深鉢になります。普通のプレステラってもう廃盤になったと思うんですけども、この深鉢はまだ残ってるのかな。こちらに入れていきますと。で、軽石、軽石入れてちょっと水で流します。そんで、あとはさっきのちょっと水苔再利用しますか。そんな古くないのでね。水苔もね、値段が高騰して一時期も買えなくなっていた方もいらっしゃると思うので、結構こういうのは大切に資材使わないともったいないです。はい。そして、こちら、これはね、ちょっと小分けに入れているマガンプケ中粒を、元肥としてサクッと入れまして、で、酸素が一番ね、いつもの。これも入れて。
で、あとは水苔で、くるんで、しまうだけです。しまうっていうか、植え込むだけです。こんな感じで。植え込んでいきます。結構葉っぱ出てる根元ギリギリまで、持っていっちゃっていいかもしれないですね。まあこれは本当に好みなんですけども、どうせね、あの下の葉っぱって落ちてくるんで、ギリギリまで詰めとかないと、次のですね、取り木するっていう風になっても、またちょっと塩梅が悪くなっちゃうので、まあ、こういう、こんな感じに、ギリギリくらい、葉っぱギリギリくらいまで詰めます。はい。そして、まあ、軽くポンと入れる程度で、OK ですね。アグラオネマは忘れないで、あの、タグを刺しておきましょう。札落ちしたらね、結構わかんなくなってしまうので。で、次に、さっきの、この、芋ですね、芋。芋はどう植えていくのかと言いますと、ちょっと大きめの鉢を用意しまして、軽石を入れると。水で、粉塵を流して、あと水苔を軽く引きます。そして、マガンプ系をさっきと同じようにさらっと入れて、あとは酸素が一番同じく入れます。ここまで一緒ですね。ちょっとね、早く埋め込まないと、もう根っこがね、乾燥しかけてるので、うん、早く埋めましょう。これもさっきとですね、まあ大体同じなんですけども、まあこんな感じで、水苔で、まあくるんでしまってですね、入れてきます。はい、こんな感じで2つ植え込みました。あんまりこういう風に芋をですね、ちゃんと立てて植えてるっていう人いないと思うんですけども、なんとなく今はこんな感じで植えました。立てないでもう本当に鉢にポンポンと投げて水苔上から被せるだけでも全く問題ないと思います。まあ、今回ですね、根っこが結構長かったので、まとまりが良くなるようにですね、さっきと同じように立てました。これで OK です。そんな感じで、こういう風に、分けることができるということになりますと。はい。というわけで今回はアグラオネマピクタムの取り木をですね、まあ、取り木っていうか、まあ、増殖をですね、妙にしたくなりましたので、やっていきました。まあ、ちょい動画っていう感じで、まあ、作業動画ですね、なんですが、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。はい。というわけで、ネイティブフォレストでした。ではまた。